ロベール・ムテバキ・ディアバは、今後民主共和国出身の、元同国代表サッカー選手。2002年のプロデビュー以来、すべてのキャリアを、国内の競合、TP ・マゼンベで過ごした。ずっと、アフリカ国内でプレーしてきたため、国際的には、無名の選手だったが、2009年に、カフ・チャンピオンズリーグを制したマゼンベの一員として、FIFA クラブワールドカップ2009に出場。 個性的な風貌と、たびたび見せる派手なファインセーブ、味方がゴールを決めた際に見せる、尻でピッチを飛び跳ねるパフォーマンスで一躍注目を浴びた。しかしチームは、大会に連敗を喫して6位に終わり、特に5位決定戦の対オークランドシティ FC 戦では、前半24分で退場処分を受けてしまった。翌年のフィ f ファクラブワールドカップ2012も2年連続の、 アフリカ王者として出場。後西部を連発して、マゼンベに南米代表の SC インテルナシオナルを破る大金星をもたらし、アフリカ勢初の決勝進出の原動力となった。2014年12月6日、アフリカネーションズカップ2015後に代表から引退することを表明した。同大会の赤道ギニアとの3位決定戦の PK 戦では、相手のシュートを一本止め、 今後民主共和国の三位進出に貢献した。ありがとうございます。